またちゃ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 らちゃらららら。ちゃ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 ららちゃ。はい、ここがメサでございます。あのレアなバイオームと言われるメサが。メサです。いや、メサなぁ。さあ行こう。あんま来たことないから、実際、テクスチャ変わってる変わってない、俺正直よくわからんけど。もうわかんねえ。まあでも変わってなさそう。でもさ、ここに家建てるの割とありやな。ほら、で、国語に蜘蛛の巣があるんなんでやろうと思って中覗いたら、これ、おお、廃校？そう。マジか。地上に、しかもほら、いろんなところに入り口が。よすく周げえ。りを見て、ほら、あの右とか、あっちとか。ほんまや。で、ここに村があるから。リアルやな、廃校の成り立ちが。さっきさ、俺、その何、このマインクラフトを開いた時にさ、見たやつでさ、多分新しい村を見つけた場合だけやと思うんやけど、村の形がちょっと変わってた気がしてさ、ちょっと村探す？俺ら結構正直動画にはしてないけど、めっちゃ歩き回ってるからね。めっちゃ歩き回ってるし、めっなちゃか村な見つけかた。厳しいと思うんだけど、新しいの見つけるの。馬じゃ。エリトラとかあればいいんだけどね。ちょ、取りに行くか、エリトラ。正直一つ言っていいですか。エリトラ2人で飛んだらやばいっす。もう重い重い。やばいっす、マジで。じゃあ一人、ロープでさ、吊られていこう。うわ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 って。奴隷以下やで、それ。全然読み込まれないんだけど。いや、仕方ないですね。ゴールデンウィークなんで。いやー、ゴールデンウィークのせいにしとこう。多分ね、この動画が投稿される頃には、とっくにゴールデンウィークは終わってると思うんだけど。ただいまはゴールデンウィーク1日目でございます。撮影日時をバラしていくスタイル。で、ほら、亀。亀がどうした？あっこに亀がおる。亀ね。水の中見て。なんかサンゴみたいなの歩くない？なんだあれや。なんかサンゴみたいなのあるぞ。サンゴ、いや。マジでサンゴやん。これハ取れサんのミか？か。これハサ取れミる？やな。ハサハミいサミじゃる？ないの？あ、ハサミ。取れねえ、取れねえ、普通には。すげえ、サンゴいっぱい。これ取りたい。シルクタッチとかじゃない、取れへんの？ハサミ。ハサミじゃない？あとなんか変なんがある。何これ。船？船じゃねえよな。船じゃない？船が転覆してるんでしょ？あ、いちょった、といた、いた、ひっくり返ってちょっるってと、こと？息が。ひっくり返ってんの？多分船が転覆してるだけでしょ、これ。なんだ、ゾンビのテクスチャちょっと変わった？スリムになってない？ほら。どこにゾンビおる？ここ。いや、一緒でしょ。なんかちょっとガタイ、迫ない？まあ、わからんこともないけど、あんま大して変わってない気がするけど。何これ。やばい、死ぬ。あ、やば、空気が。息が。やば、やば、空気がやばい。あっぶねえ。危ねえ、これ。ほんハート1個やってんけど。ほんと危ねやべえって、マジで死にかけえ。見たてけこど、れ。冗談抜きでやられかけた。アップデート要素見つけた、早速。何それ。怪しげなシチュいや、絶対腐ってるだけやん。何こー。れ。まあ、食べ魔て女みが。る？いや、これ、即死とかやったらどうするよ。いや、やばいな、それは。ドッキリ要あ素と、で。チェストがさ、もう一個ぐらいあるはずやんな。あったね、こっちら辺あったで。あった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 。どこどこどこ？羽、宝の地図。宝の地図、もらおうぜ、地図。あ、というか、今度あれ、宝の地図羽さ、綺麗。
たくさんあるからさ、うん、やらないとね。あ、やるってか、今回やる。え、今回はちょっとエンドラ行こうぜ。番外編でやりたいんやけど。でも宝の位置もう見えてるぜ。あ、マジ？見せよ、ちょっと。いいよ。あ、俺が一番乗りだ。マジや、マジや、めっちゃ近いやん。俺が宝の地図をもらっていくぜ。こんな近い宝の地図ある？俺が宝物もらっていくわ。だから近くに隠しすぎやろ、海賊。どうした？え、あいつは沈没しそうやからちょっと一旦隠してって隠して時間なかったやろうな。で、そのまんま船が落ちたんじゃない？いや、亀めっちゃおるな。の、こんなおったっけ？あ、こっちや。どっち？俺が今行ってる方向。そろそろだよ。 あるぞ、この下に。え、なんもねえぞ。待ってくれ、見してくれ。俺に地下にあるんじゃねえこれ。解読班に読ませてくれ。解読班ってお前ただの空だろ。これはですね、はい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 、はい、なるほど。あ、これ、あ、船員が死んだんや。あ、そういう設定ね。あのゾンビね。でもここにありますね、これ。なんかあんのかな、ここら辺。ちょっと掘る？掘るしかなくないか。場所的に、うん、ここですね、私が今いる場所。じゃあちょっとさ、その砂のとこから掘るしかなくない？そうですね。なんか水入ってきたけど。いや、君が砂を砕いたからだよ。僕のせいみたいに言わないでよ。なんか砂入ってったんだけど。砂じゃねえわ。なんか落ちてきたし。全部自分がやってるで。え、落ちてきたのはお前やろ。え、あ、俺が落ちてきたって言ってんだよ。そう。あ、また水が、流水がひどい。これが文明の利器ってもんよ。で、真ん中に砂でもはめて水を消そうか。よし、オッケー、掘ってこうぜ。いや、これぞ文明の利器だわ。こう、今落ちてったらもう積むから、どっちが殺さなあかんっていうことになるが。じゃあ俺待っとくわ。待っといて。あの、多分空やったら落ちるんやろうけど、俺は真面目やから落ちない。いや、俺やったら水を流す。あ、いやいやいや。いや、俺やったら水を流す。俺殺す気まんまやん、水を流すって。もはや殺す気。あったかい？うん、ないね。だぞ。ついに発見。ちょっと待って、ちょっと待って。水抜きしようぜ、一旦。水抜き。いや、これさ、俺らめっちゃ苦労したな。あった。ちょっと、まあ、まず開けんと空の到着。待て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 。危ない。ああ、どうした？体力 1.5。マジか。やば、それシビアやな。じゃあ俺開けますよ。なんちゅうだな。いや、急にモノマネやめろ。じゃあ、せーのーで、はい。うお、お、ダイヤ入ってるやん。あったー。海洋の心。なんで君が取るんだ。まあいいけど。いや、違うよ、集めようね。宝の専用アイテム、海洋の心で、なんかコンジットやったっけ。え、じゃあどうします、これ回収していいっす、いきます。おい、はい、行きましょう。海洋の心があればとりあえずいいから。で、コンジットは作れるらしい。あんまり性能は知らないんだけど、コンジットの。あ、そうか、これ前空が言ってた貝殻とさ、あの海洋の心合わせてコンジットなんだ。うん、そうだよ。で、水中でプレイヤーに効果をつける。
コンジットは水中で正しく設置することでコンジットが動き出し、プレイヤーにバフ、酸素ゲージが減らなくなる、水中の視界が明るくなる、採掘速度が上昇するなどなどというか、それだけの効果がある。水中として水中で照明としても使えると、そういうなんことなんです。なるほど、いいアイテムじゃないですか普通に。そうなんですよ、だから僕は宝箱探しをしたかったんだよずっと。いや、水中で息が減らなくなるっていうのはだいぶでかいメリットだよね。まあでも範囲決められてたはずやで。まあそりゃね。いやそりゃ全世界なるとかそんなチートアイテムじゃないと思ってたけど。あ、じゃあこれ食べようぜ。何？あ、これこれ、あ、投げちゃった。あ、返して。いや、俺に壊してよ。え、1個持ってんじゃないの？え、持ってないよ。あ、本当や。持ってるわ。あ、何持ってる？確認した、あった。じゃあ、怪しげなシチュー、いただきます。せーの。お、移動速度上昇。え？これだけ？ただただ足が速くなった。あ、別に即死とかそういうトラップアイテムじゃなかったんだな。なんだそれ。あんま面白くないよね。なんだそれ。いや、怪しげなシチューってのは腐ってるからさ、即死要素っていうか、ちょっとトラップ的な感じかなと思ったら。思った。海洋の心貸してよ。太陽と月？ちょっと海洋の心貸して、コンジット作ろう。太陽と月。よし、なんかサファイア的な感じでポケモン感あるよね、はい、正直怪しげなシチューもらったけど。よし、ではコンジとカーンカーンカーン作りました。ちょっと空いないぞ。空いないんだけど。あ、え、あ、おっと、いや、コンジとできましたよ。はい、ちょうだい、ちょうだいって言う前に渡す。俺言うの。よし、バイバイ。おい、俺はこれさもらえればお前となんて。いや、そんなに強力なアイテムじゃないよそれ。で、コンジットって単体でも使えたんかな。うん、あんまよく調べてへんねんけど。これでいいよ。早速つけてみてくれ。どこら辺に置く？適当でいいんじゃね。ここら辺にちょっと置いてみていい？あ、いいよ。なんか買った？なんかやらなあかんのか？そんなことないよね。え、何も変わらへんで。何も変わらんぜ。ちょっと、いや、使い方調べるか。ちょっと、え、大丈夫？普通に掘って壊れへん？わかんない。え、怖いぞ、シルクタッチやるとあかんとかやったら。そしたらもう一回、まあ宝の地図をね。あー、これあれだわ、か、水中遺跡っていうか遺跡行かないとダメだわ。なんで？プリズマリンっていう石で囲わないとダメらしい。うん、プリズマリンさっき君に渡したよ俺。いやでもさ、これだけじゃ全然足りひんねん。うん、またちゃ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 らちゃらららら、ちゃ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 らららちゃ。もっと量がいる。で、使い方はコンジと水、プリズマリンブロックで囲うらしい。いやー、コンジット単体では効果が出ないらしいんで、これ大丈夫かな、取って。怖いけど取ってみる。何ピッケルこれ、怖っ。うわ、怖っ。まあ別に壊れたらまた取りに行けばいいしな。でもまあ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 、そうだね。やっちゃっていいっすか。いいよ。どうだろう、シルクタッチいるかな。怖いわ、怖え。え、もしかして破壊できひん。あ、全く日々入んねえな。あ、取れた。え、取れた、急に取れた。あ、びっくりした、急に取れたよ。でも取れた取れた、オッケーオッケー。取れるんや、全然取れへんからさ。あ、俺もびっくりした、急にポーンっていったからさ。ちょっとピッケルは返してくれよせめて。え。ピッケル持ってるし。
借りたもんは返さねえ。あどこに投げてん、どこ行った。